第36代アメリカ合衆国大統領のリンドン・ウィー・ジョンソンの就任式は前任のジョン・ F ・ケネリが暗殺された1963年11月22日金曜にテキサス州ダラスのダラス・ラブ・フィールド空港のエア・フォース・ワンの中で行われた。これは史上8度目となる臨時の就任式であり、ジョンソンの最初の大統領任期の始まりであった。 1963年11月22日午後12時30分、ケネディはダラスで妻のジャクリーンと共に大統領車に乗っているところを銃撃された。ジョンソン副大統領は妻のレディバード・ジョンソン、テキサス州上院議員のラルフ・ヤーボローと共にケネディの後続車に乗っていた。発砲直後、ジョンソンはシークレットサービスエージェントの ルーファス・ヤング・ブラッドによって守られ、大統領と副大統領の車両は共に、パークランド記念病院へと急いだ。当初、ジョンソンは銃撃されて、腕に軽傷を負った、または再び心筋梗塞を起こしたのではないかという報道がなされた。ジョンソン夫人は、記者団に対し、彼は元気であり、見た光景に動揺しただけで怪我も病気もしていない、ことを公表した。 病院ではジョンソンは、シークレットサービスのエージェントたちに囲まれ、彼も暗殺される恐れがあるために、ワシントン DC に戻るよう勧められた。ジョンソンは、ケネディの安否がわかるまで待機を望んだが、午後1時20分に、ケネディの主が知らされると、約20分後に病院を出発した。ジョン F ケネディ暗殺後、テキサス州ダラスのエアフォースワンで先制する、リンドン B ・ジョンソン。 写真に写っているのは、以下の通り、マルコム・キルダフ、ジャック・バレンティ、サラティ・ヒューズ・ハンジ、アルバート・リチャード・トーマス・ギ員、ン、レディ、バード・ジョンソン、ジェシー・カリー、リンドン・ビー・ジョンソン、エベリン・リン・カーン、ホーマー・ソーオン・ベリー・ギ員、ン、ロイ・ケラーマン、レム・ジョンズ、ジャクリーン・ケネディ、パメラ・ター・ニューア、ジャック・ブルックス・ギ員、ン、ビル・モイヤーズ。撮影は、セシル・ W ・ストートン。この時点で、 ジョンソンの二人の娘がシークレットサービスの保護対象となり、ジョンソン新大統領は通信機器が充実している大統領専用機での出発が決まった。ジョンソンは覆面パトカーでダラスラブフィールド空港まで移動し、その最中は車の窓より低い位置を保った。ジョンソンは夫の遺体を残してダラスを離れるのを拒むジャクリーンがエアフォースワンに到着するのを待った。 ケネディの棺はようやく機内に運ばれたが、ジョンソンの先制まで離陸は伸ばされた。ダラスでの検視を主張するアール・ローズ検視官の意向に反して、シークレットサービスはパークランド病院からケネディの遺体を持ち出したため、ダラス警察によるエアフォースワンの離陸阻止が懸念された。ジョンソンは長年の友人であるサラティヒューズ連邦地方判事を先制拒構者に指名した。 ジョンソンは以前にヒューズを連邦判事に推薦していたが、彼女の高齢を理由とする司法省の助言を受けたロバート F ・ケネディにより拒否された。しかしながら、その数週間後にその決定を覆してヒューズが任命されると、ジョンソンは自分に相談がなかったことに激怒した。エアフォースワンの12、15フィートの客室に27人が押し込められて就任式が行われた。 飛行機が迅速に離陸するために外部電源から切り離されたためエアコンが機能していなかったことも不快感を増加させた。就任式が進むにつれエアフォースワンの4つのジェットエンジンの出力が増した。ウォーレン委員会の報告書は就任式の様子を次のように衝述している。新大統領は大統領専用機からロバート F ケネディ社長官に電話をかけ、彼は 飛行機がダラスを立つ前に、ジョンソン氏が大統領宣誓をするように助言した。サラティー・ヒューズ連邦判事が急いで飛行機に駆けつけ、宣誓を取り行った。大統領派と副大統領派の面々が飛行機の中央コンパートメントを埋め尽くし、宣誓を見守った。午後2時38分、リンドン・ベインズ・ジョンソンは第36代アメリカ合衆国大統領として宣誓した。 ケネディ夫人とジョンソン夫人は新大統領が宣誓する際に傍らに立っていた。それから9分後に大統領専用機はワシントン DC に向けて出発した。これは史上初めて女性が宣誓挙行者を務めた就任式であり、また同時に史上初めて飛行機の中で行われた事例でもある。ジョンソンは通常の聖書の代わりに ケネディのエアフォースワンの寝室のサイドテーブルにあったミサテンショを使って先誓した。先誓後にジョンソンは妻の額にキスをした。その後ジョンソン夫人はジャクリーン・ケネディの手を取り、全国民があなたの夫を痛んでいますと伝えた。就任先生で使われたミサテンショこの就任式とほぼ同時に CBS のアンカーのウォルター・クロン・カイトは、 ケネディの公式な死亡確認とそれに続くジョンソンの大統領就任を伝える AP 通信の伝報を放送で読み上げた。放送通信博物館のエンサイクロペディア・オブ・テレビジョンによるとアメリカの放送局らはその日の午後の懸命の報道の中で彼をジョンソン大統領と呼ぶように努力したという。有名な就任式の写真はジョン・ F ・ケネディの公式カメラマンであるセシル・ W。 ストートンによって撮影されたものである。ストートンの提案により、ジョンソンは妻とジャクリーン・ケネディに挟まれ、またジャクリーンはそのピンクのシャネルスーツについた血痕が映り込まないようにカメラから少し離れた方を向いた。写真はハッセル・ブラッドのカメラで撮影された。就任式の様子はホワイトハウス報道官のマルコム・キルダフがディクタフォンを使って録音した。 ジョンソンの声明文、アンドリュース空軍基地への飛行途中にジョンソンは、ローズ・ケネディや、ネリー・コナリーらに何度も無線電話をかけた。また全ての閣僚に留任を要請する決定を下し、また、議会の両党指導者とすぐに面会する手配をした。ジョンソンはまたジャック・バレンティ、ビル・モイヤーズ、リズ・カー・ペンターにその日の出来事についての簡単な声明文を書かせ、それに、 自ら少しずつ手を加えた。午後6時10分、議会の指導者たちが集まるアンドリュース基地に到着した、ジョンソンはすでに用意されていたマイクの前に立ち、大統領としての初めての公式声明を発表した。これは全ての人々にとっての悲しみの時だ。我々は、計り知れないほどの損失を被った。私にとっては、これは、深い個人的な悲劇だ。 ケネディ夫人とその家族の悲しみを全世界が共有していると私は思う。私は全力を尽くす。皆の助け、そして神のご加護を願う。空軍基地では声を張り上げなければ聞き取れなかったのだが、ジョンソンは後に自分の声が激しく強引に聞こえてしまっていたと後悔した。ありがとうございます。